こんにちは、コマンチョージャ合宿の久保です。今回はですね、牢屋の中の話をちょっとしようかと思います。これなかなか体験できることではないんで、こうやってね、まあ嬉しそうに話すことではないんですけどもね。で、ちなみにですね、私はですね、商売上の誤解から逮捕されて、そして牢屋に入ったんですけども、事実無根ということがずっと取り調べの中で分かりまして、で、私もそういう主張してたんですけどもね、まあライバル会社の妬みから私は捜査を受けることになってですね。で、もうね、捜査始まった1日目からもう完全にこれは誤解だよっていう担当の刑事さんも言っててね。で、あとは誤解を解くだけの作業だったんですけども、一応交流は受けるんですね、それでもね。というのが、私任意での出頭を拒否したんですよ。そうすると強制捜査ということで、まあ牢屋にいることになったんですけどねこうやって今も噂されてるかもしれませんで、あの任意で同行受けたらやっぱすぐ行った方がいいですね。そしたら別に拘束受けないんで。で、逮捕ってきついのは、あの牢屋に入る前に手錠をかけられて、近所の人の目の前でね、その時ちょうど廃品回収だったんですけども、こういう風な形で、ね、連れてかれたんですよ。そしたら交流が明けて戻ってきても、そこ住めないじゃないですか、そんなことになったら。で、当然ですけども、当時やってた私の会社は黒字のまんま潰れましたよ、おかげさんでね。賠償してほしいんですけども、もうそういう記録も当時なかったですね。ということで泣き寝入りを私は決め込みました何の話でしたっけ。ああ、そうそうそう、牢屋に入ってご飯が美味しいってことなんですけども、基本的にね、ご飯はね、あのまあ美味しくないって言えばね、美味しくないことはないんですけども、私の場合はマインドを変えて、まずは食べることだなと思ったんですよ。この食を食べて楽しんでエネルギーつけて、負けないぞ、体力つけるぞみたいな。そしてよくね、牢屋っていうかね、取り調べでカツ丼食うシーンっていうのが最近はないのかな、あると思いますけど、あれはちょっとね、できすぎた話で、そうではなくて自弁って言って、自分で、牢屋に入った時にあのお金をね、持っていくことができるんですよ。そのお金の範囲で出前を取ることができるんですよね。で、私は毎回うどんを頼んでたんですよ。うどんを警察が決めたあの天安門屋で持ってきて、しかもそれは何かね、異物が入ってちゃいけないとか、その何か仕掛けがあっちゃいけないっていうんで、一旦ね、そのタッパーにね、こういう大きいタッパーにうどんを開けてやってチェックされるんですよ。で、完全に冷えてブヨブヨになって、もうワカメなんてゴニャンってなってる、ちょっとね、あの何ていうんですかね、ドブみたいな見栄えになってるやつをしばらくして運ばれてくるんで食べるって形になりました。まあでもね、それでも、私はそういうのを食べてね、あの自分で自分に根性つけたって感じですかね。で、取り調べはまあ最初は緊張したんですけども、すぐに、まあ、あの担当刑事さんとなんか面白いっていうかね、なんか個人的な話になって、その事件のこととかもうやんなくなるんですよ。まあ、これ違うなっていうことですぐ決まったん で追及されることもないんでね、あっという間に終わってしまって。で、まあ、ご飯の話でしたね。ご飯の話しましょうか。ご飯の話なんですけども、あのそこを出て一番最初に食べたご飯っていうのはラーメンなんですよ。家族が迎えに来てくれて、で、帰り道、道の駅で菊蔵ラーメンっていうやつを食べたんですけども、これが美味しかったですね。やっぱ熱いものを熱いうちに食べるということと、あと解放された自由ですね。で、私はその次の日には一人で焼肉を食べに行ってました。今思えばその時の心境っていうのは、吉田さんが言われた班長の同じ心境でですね、私ピシッとした格好、ずっとね、冴えない格好であの牢屋にいましたんでね、出てからピシッとした格好でお昼12時半ぐらいに焼肉を食べに行って、そこでやっぱり忙しそうにしている人の中でね、でちょっと待たせていただいて、その時待つ時もイライラしないですよね。もうね、ああ自由だなと、待つのも楽しいなみたいな、これも時間の使い方だなと思いながら待って、焼肉をゆっくり食べてビールなどいただいてね、でそれが終わった後はあのもう飲んでますから、タクシーで、温泉の方に行きましてね、あの街中のファミリー温泉に、それで4時間ぐらい温泉に浸かっちゃ出て、温泉に浸かっちゃ出て、はあよかったみたいな感じでね、あの交流中は週に2回のお風呂しかなかったです。しかもお風呂は監視付きで20分ぐらいしか入れないんですよね。で、基本的に湯船は1個で、そこに交代で入るんで、あんまり綺麗じゃないんですよ。まあ、そういう風な形でございました。だから今でもね、どんなご飯も美味しいなというところでございます。さあ、そこでまとめになります。3つの T って話です。本当に人生が貴重だと思える3つの T の経験っていうのを聞いたことがあったんですけども、その時私は体験しました。1つ目が大病です。大きな病。2
2つ目が倒産、自分の会社が倒産する、自分の勤めてる会社が倒産する、お先真っ黒になりますよね。3つ目逮捕なんですよ。この3つの T のうちどれか1つもしくは2つ経験すると大きく見方が変わるということでございました。で、私はそれによって大きく変わったっていうところもありますけども、やっぱりね、自由って貴重だなと思いました。余談になりますけども、私が交流中に実はね、福知山線っていうね JR で大きな事故があったんですよ。電車が脱線してマンションに突っ込んで多くの方が亡くなったりお怪我をされたというね、本当に痛ましい事件でした。もう電車がねこうめちゃくちゃになったんですよね。吉田さんも覚えてるでしょ。で、私交流中にそのニュースを知ったんですよ。取り調べに行った担当の刑事さんが、お、久保ちゃん知ってるみたいな感じで話してくれて、すごい事故があったらしいよって新聞に出てたんだけどねって話すんですけども、いや、それ僕知ってるわけないじゃないですかみたいな、そら、あ、そうかみたいなね、そんなやり取りがね朝から行われていたという、割と取り調べといってもねギスギスした問題なくて、そんなギャグみたいなこともあるみたいなんですね。その時思ったのが、あ、私は今交流中だけど命があるなと思ったんですよね。で、まあその時ね、出勤中の方とか多かったと思いますけども、世の中では真面目に出勤して仕事に励もうと思った時に大きな事故に巻き込まれてね、急に命が失われるって、こんな理不尽なこともあるんだなと。いや、自分は命があるじゃないか、健康じゃないか、牢屋に今いるけどそれもいずれ出れるじゃないかっていう風な希望に変わって、それからというものね、1秒1分っていうのは貴重だなと思うようになったんですよね。そして過去にもとらわれずに、未来にも怯えずに、今を生きようかなと思うようになりました。ということで本日は以上でございます。じゃあ吉谷さん。